はい、今回はですね、結構迷ったんですけど、こちらですね。また同じガチャが来たね。ただね、ゆるゆるモーターズでピックアップされてるね、要はね、ちょっとですね、見ると、このガジュマロ飛行艇ですね。これがね、ヘラクレスとね、アマテラスにね、超ダメージ、あと吹っ飛ばしてくれるってやつなんですよね。で、自分の今の手持ちなんだけど、手持ちがね、超激レアの手持ちが、ヤマタノオロチと、あとね、幽霊電車なんですよ。で、まぁ、ちょっと、天子様持ってないんで、どうしてもアマテラス対策がちょっと、手薄な感じになってる。で、まぁ、今のところ、ね、新しく出た超激レアで、千年に一歩歩く鳥と、あと行武狸がいるんですけど、まあ、その中で、まあ、どれも欲しいんですけど、最終的には。最終的には欲しいんだけど、今一番欲しいのはこいつなんですよね。ガジュマル飛行艇が一番欲しいかなっていう感じなんで、まあ、ちょっとね、これで、まあ、ただね、水晶もまだ、なんつうか限られた数なんで、今回22回だけ、ちょっと引いていこうかなと思います。ってことでね、まあ、いよいよね、日本編最終章もね、近日公開っていうことなんで、まあ、どうしようちょっと、アマテラスがちょっと多めに来る可能性もあるかなとは思うんですよね。なんでまあ、ただね、残り3日って今回ちょっと期間が短めなんですよ。どういう風に来るかちょっと読めないんですけど、もう1サイクルね、その巨大妖怪とかレジェンズを回して来るのかちょっとわかんないんです。どこかでまた新しい妖怪が登場するガチャが登場、あると思うんで。まあそんな感じで、まあそこでちょっとね、若干課金も考えてるんだけど、すいません。まあそんな感じで、行きましょうかね。まあ22、一手狙いだからそう深追いはできないんだよね。お!いきなり来た。幽霊電車かどっちかだよな。豆腐小僧多いな。あ、来た。いいですね。オッケーです。はい。ということで、ちょっとごめん。22って言ったけどね、もう少しちょっと様子見たいんでね、他のキャラが。そうだね。ちょっと、ここでストップだね。ストップします。そんな感じで、行きますね。まあ、初めてですね。はい。鶴瓶落とし初めて。という感じですね。まあ、なんとか来てくれたね。キジムナ。ということでね、ちょっと見ましょうか、じゃあ。これですね、はい。グライドキジムナですね。はい。で、まあ、面倒見のいい一旦木綿がキジムナの空を飛ぶ夢を叶えてあげた。だが、絶賛いたずら中のキジムナに気づくこともなく満足げに風を切る一旦木綿がどこか切ないってことですね。で、これがまあ、まだちょっとね、妖怪変化はしてないんですが、ちなみにどんくらい必要だ?一応持ってはいるね。はい。ガジュマル飛行艇には、この経験値で多分10までいかないね。はい。まあ、ちょっと、やってまた、紹介したいかなと思います。はい。ということで、まあね、ちょっと、22とかやるとか言いながら、ね、もう少しちょっとね、試させてください。そこでまた、どっかでね、多分ね、ヤマパのガチャ来ると思うんで、そこでちょっと多めに使いたいかなと思います。ということで、今回は、ガチャはこのあたりで終わりたいと思います。